はい、皆さんこんにちは。今日もガスステーションシュミレーターやっていきたいと思います。前回の続きからなんですけど、タスクをこなすだけでしたので、そちらの方は終えました。やばい、ゴミがまた持てないぞ。よし、はい、では今日も次もやっていきましょう。その前にちょっと、こなしていきましょうか。さあ、ちょっと次のタスクが何か分かりませんが、読んでちょっと暇がありませんね。こいつが終わったら少し見てみましょう。アップグレードガスステーション2レベル3って書いてあるな。レベル3にしないといけないんですね。ただ今レベル4なんだけどな。あとはこっちスクラッチか。スクラッチのやつと、あ、戻しちゃった。作って、よし、こっちの傷を直せばもう終わりかな。この車は終わりでしょうかね。よいしょ。はい。縦の傷も消して。よいしょ。はい。まだあるのか。まだある。タイヤか。やばい。タイヤが1個しかないのに2つタイヤ、ん交換しないといけませんね。これは参ったぞ。タイヤがない。タイヤを発注しておきましょう。やばいな、これ。どうなるんだろう、これ。評判が下がるのかな。時間通りにはできませんね。あ、ちょっとある。ちょっと1個だけタイヤ補充してましたね。よいしょ。よかった。よいしょ。はい。発注かけときましょう。しっかりと。よし。これで OK。あれ、まだあるのか。あ、大丈夫ですね。これで OK ですね。さあ、キャッシャーとガソリンですね。ここ来てますね。はい。キャッシャーの方していきますが、これ、自分ちょっと見逃してましたが、これ、あ、ベルトコンベアの時に右クリックを長押しで、スポンジでベルトコンベアを拭かないといけなかったんですね。こちらの方抜けてました。さあ、今のうちにタスクちょっと読んでいこう。ガソリンスタンドレベル3に好きな順序で課題に来る、聞き取ることができますということで、ちょっと待ってよ。もういいや。見よう。レベル2なので、モアインフォ。あ、レベルアップできた。レベルアップできましたね。よいしょ。さあ、これでレベル3になったぞ。レベル3になると何が変わるんだ？あとは、もう一回ですね、見ましょう。これ、スポンジでこうやって、あ、しまった。押しちゃった。スポンジで拭くことできますね。さあ、ゴミ捨ても行ってこようか。よいしょ。さあ、ゴミ捨て行って、次のタスクも見ましょう。まあ、ちょっと慌てる必要もないかな。次は、どこだ？あ、ここにあって、バス停を再建すると書いてあるな。ということで、どうすればいいんだろう。ハテナがあるのかな？特にないな。さあ、ちょっと、キャッシャーを置いてからやりましょうか。パソコンいじるのかな？バス停をいじる。バス停をいじる。あ、これか。ありますね。バス停があるのかな？これ。トイレ。もう一個隣かな？はい、これか。これを買う。これでもガソリン入れる場所だな。もう一個あるのかな？あ、もう一個横にも行ってみましょう。あ、これあった。バス停あった。はい、バス停を買ってみました。はい、これでなんか、あ、なんか、やばい。取られたのかな？こんなことしてる暇はないな。ちょっと一回戻しましょう。万引きっぽいのがあるのかもしれません。ちょっと今のアップグレードの時にも進んでるんですね、時間。よいしょ。はい、ちょっとアルコールとジュース、あとタイヤだ。タイヤをまずは、デリバリーしないといけませんね。これ取っときましょう。タイヤどれぐらい？ 8 個ぐらいでいいかな。クラッチのやつもちょっとと、ミラーもちょっと買っておきましょう。これでオーダー。あ、なんだ？なんとか場所がないのかな。それで OK ですね。で、なんだ？他は？食べ物とかは大丈夫かな。そこら辺のもちょっと見ていきましょう。なんかちょっと今まで慌ただしくやってましたが、もう少しのんびりやっていこうかと思います。よいしょ。はい、とりあえずスポンジで拭いてと。よいしょ。これで OK。はい、OK ですね。まだだ。あ、すごい、並んでる。
すごい並んでるな。お客さんめちゃくちゃ来てますね。よいしょよいしょよいしょ、これでおしまいと。ガソリンのところも2列にしちゃったので、お客さん、結構来ちゃってますね。一人でなかなかもう回らないのに、さらに回らなくなりましたね。まあこれで2台分一気に入れれるからいいか。さあガレージの方はタイヤが入ってこないと何もできませんので、ほっときましょう。よし、あ、苦情来るかもしれないな。なんかゴミ落ちてるな。さあこれ掃除だけしときましょうね。よいしょ、さあ掃除をしてと。ガレージ以外は今のところ来てないかな。よいしょ、これを捨ててと。あ、ゴミいっぱいになったな。すぐいっぱいになっちゃいますね。さあこれ来たのかな。ガレージの方にタイヤが届いたのかもしれません。よいしょ、さあ開いて荷物を突っ込みましょう。よし、はい、ありがとう。じゃあこれでタイヤを補充しよう。あ、滑車の方にも来てるな。はい、オールと。では入れましょうか。あ、タイヤ捨てないといけないな、これ。やっぱりタイヤ交換は確実に一回ありますね。よいしょ。はい、これでタイヤ新しいのつけて。はい、これで OK。傷がついてるんで、傷を直すやつを使いましょう。さあその間にちょっと次のタスクも見てみましょうかね。どこだ、あと傷ついてるのは。よし、こんなもんで、あとドミラーですね。ミラー、タイヤはもう、あ、大丈夫、ミラーだけですね。よいしょ、これだけで OK。 はい、これを片付けていきましょう。さあ次のタスクですけど、すでにバスの顧客サービスを提供して、それが立ち去るのを待ちますということで、クライアントの流入は諸刃の剣です。できるだけ多くの原因を最大化するようにしましょうということで、バス停来るとあれか、お客さんがスナックとかなんか買いに来るのかな。よいしょ、とりあえずガソリンを入れておこう。はい、ガソリン入れましょう。これ間違えたね。これ2つ作っちゃったの間違えましたね。さあ、うわ、やべやべ、なになになにこれ、やべやべの来てた、やべの来てましたね。なんだこいつら、ちょっと酔っ払いすぎか。宇宙人っぽいのが来てますが、これ、あ、なるほど、これバス停効果なのかな。こいつはやべえな。まさかの宇宙人の格好してるやつが来ると思ってませんでした。こんなやつらですよ。こんなも営業妨害だな。よいしょ、はい、これでOK。 とりあえずまあ品物が売れるのはいいことなので、品物をどんどん売っていきましょう。さあどうだ、あと何、この間にちょっと掃除もしつつやりましょう。おし、1個だけか、1個買ってほしいな。そしてこれに挟まれた人かわいそう、もうかわいそうだな。あんなのに変なのに絡まれたくないですよね。よいしょ、はい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 。あー、すげえ、あと何、4、5人いますね。まあ、こっちの売り上げがいっぱいになるので、嬉しい限りですね。よいしょ。よいしょ。はい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 。なんかパーティーがあったのか、この人らは。はい、浮いてと。よいしょ。よいしょ。はい、オッケー。あと何人？うわ、めちゃくちゃいるな。これやばいぞ。7人か。7人待ってるって書いてありますね。よいしょ。あ、レジを早く、レジを早く済ませよう。あとガソリンと、ガレージの方にも少しいるみたいですね。よいしょ、はい、よし、これで OK。 あと何人、あと5人、あと5人か。バスやべえな、これは。これはすげえ大変ですね。品物がまだあるのかな。そしてその間にも人並ぶのか。よし、はい、磨いてと。よいしょ、はい、 OK。 さあ、あと何人だ、あと3人ぐらいですね。ガレージの人はほっときましょうか。ガソリンぐらい入れときたいな。はい、こいつが終わったらちょっとガソリン入れに行きましょうか。よし、はいはい、ちょっと待っててね。はい、ガソリン待ってる人がいるので、
入れましょう。タカシャワーと2人ですね。あ、ガソリンすごい儲かってる。さあ、お金が今また1000ドル超えましたね。さあ、なんかわからんけど、タスクが終了されました。しかし、そんなの見てる暇ありません。よし、はい、あと1人。キャッシャーの方はあと1人かな。よし。さあ、これを入れて、ちょっと拭いて。よいしょ。掃除もしながら行きましょう。ゴミ箱をそろそろ捨てないといけないんじゃないかな。心配ですね。はい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 。わ、むっちゃ汚されてるし。めっちゃ汚されてますね。これ取ったけど捨てれね。よいしょ。こっちも捨てておくか。なんだなんだなんだ。なんか怒られたぞ。汚かったのかな。さあ、やばい。いっぱい客が来すぎてるな。これはやばいぞ。ただでさえいっぱいなのに、どんどん来てますね。あ、なんかぶっ飛んだぞ。俺のせいじゃない。さあ、あとなんかなんだ？なんかわからないけど、カウントダウンがされてるな。おじさんからの電話に出ろということか。よいしょ。なんだろう、これ。これはなんだ？ラッシュアワーはどうでしたかということが書いてありますね。まあ、ちょっとそれどころじゃないのでほっときましょう。おじさんのやつはなんだ？あと100ドルの残りのローン返せってことなのかな？返さないとまた袋叩きに遭うかもしれないので、ローンを少し返しときましょうか。やばいな、店の中が超、あ、そしてやばい。人が雇えるんじゃないのか？これ。人雇えるよね。よし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 。え、これ違うの？これなんだろう？エンプロイキャンパーパンツ。買いましょう。あった、これ。ついに雇えるかもしれん。これついに雇えるの？これで、なんだこれ。あ、これだ。とりあえずなんだろう？アンドリューとジョンが雇えますね。とりあえず2人雇えばいいのかな？ 1 人だけ？ 1 人だけっぽいですね。よし、そしてガソリンを補充しましょう。よいしょ。さあ、一人雇ったけどどうすんだ？よいしょ。はい。はい。やばい、危なかった。落ちるところだった。さあ、品物はどうだろう？ジュース、お菓子、アルコールあるな。さあ、そして、5Vはエンプロイ、ということで、タスクを割り当てますと、従業員、ちょっと近くの、倉庫近くのキャンパーにいると書いてあるぞ。どこだ？どこなんだ？倉庫近くのキャンパー、これか。一人雇いましたね。あ、いるいるいる、ジョンいるよ、ジョンいる。F。タスクリスト、こいつはとりあえず忙しいので、キャッシャーをやってもらおう。お前はキャッシャーだ。そして自分はガソリンを入れることにしましょう。もう一人雇いたいですね。ああ、掃除もせなあかんし、忙しいな。よし、こいつを、よし、入れよう。さ、そして、よく考えたらガレージなんて超待たせてますね。おられるかもしれん、そろそろ。あ、なんか、待たせすぎたのか、もういなくなりましたね。ああ、こういうことか。さあ、これでどうだ。あ、ガソリンが来ましたね。ガソリンのポンプ入れる。さあ、これで OK。やばい。店の中が超汚い。店の中が超汚いぞ。ジョンは働いてるか？働いてる？よし、働いてるか。よし、ここら辺のめちゃくちゃ汚されてますね。拭いてと。ゴミも捨てないといけない。さあ、でも一人雇えたのがかなりでかいですね。とりあえずこのキャッシャーだけでもやってくれるとかなり助かります。あとゴミ袋。よいしょ。あ、捨てていこう。タイヤが落ちてるな。はいはい。なんかわからないけど、うっなってますね。こっちでいいのかな、ゴミ箱。ゴミを捨てていこう。よいしょ。はい。とりあえず、もう一人雇いたいところですね。人がすげえいっぱいだな。よし。はい、これで OK。でも、まだか。こっちはまだだな。こっちから行こう。
はい、これで OK。 さあガソリンを入れていきましょう。ガレージにも来てますかね。ガレージの方も見ていきましょう。あ、なんかやばいぞ。さあ、なんかもう一個来てる、タスクが来てるけど、なんだろう。従業員を8時間働かせようって書いてあるな。まあ8時間ぐらいなら働いてもらえるでしょう。さあ、こっちはガレージをして、キャッシャー一人にいるはずだな。あ、お客さん、カスタマーが来てますが、タイヤがもう一個か、もう一個タイヤですね。なんとか回ってると思いますね。さあ、レジ打ちはバッチリ OK っぽいな。次は、なんだろう、ガソリン入れてくれる人探したいところですね。ミラー、それからガレージだな。ガレージちょっと面倒い。よいしょ。はい、とりあえずこれをこなしてと。はい、OK。さあ、掃除とかも欲しいですね。こういうガラクタを捨てて欲しいな。ああ、また店汚れ始めましたね。よいしょ。さあ、タイヤを捨ててと。さあ、いけ、ドーン。強く投げれるのいいですね。いらないやつ、ほんと、どっかゴミ箱じゃないところ、ぶっ飛ばしたいところ。さあ、これで OK。よし、ここのお店どう？お店むっちゃ汚れてますね。よいしょ。はい、これちょっと片付けて。はい、ガソリン。あ、だいぶでも楽になりましたね。もう一人雇えればかなり、落ち着く感じですが、もう一人雇えないのかな。ここで、あ、ジョンしかいないな。ジョンしかいませんね。あ、ここでもタスクとかできるのか。これ給料払うということか。データスはキャッシャーレベルが2なので、これでいいか。よし、これでだいぶいい感じになってきましたね、お店的には。レベル2なら問題はないだろう。よいしょ。はい。あとは掃除ですね。トイレがあまり汚れないけど、お店の中がめちゃくちゃ汚れてるな。さあ、これで OK。これも捨てていきましょう。はい、こんなもんかな。あとは品揃えですよね。品揃えをしっかり補充していかないとダメだ。ジュースとスナック、アルコールを補充しましょうか。スナック系ですね。ジュースは今度は下のやつ入れるか。はい、これをオーダーして、あとスナックですね。スナックの方も適当にオーダーしていきましょう。これ棚入るかな。棚入らないか。よいしょ、これならいける。はい、 OK。 でタイヤとかも補充しましょう。タイヤは7個ぐらいいけるかな。いけますね。よし、これで OK です。はい、ということで今日はこれぐらいで終わりましょうか。今日は一番でかいのはやっぱりキャッシャーですね。レジ打ちの人が入ってくれたことが一番大きい感じです。あとのことはまあ自分でなんとかできますので、レジ打ちだけでも、人がちゃんとやってくれればかなり助かりますね。はい、では今後ですね、もうちょっと人が雇えるように頑張っていこうと思います。それでは皆様ありがとうございました。